2021明治安田生命 J1 リーグは第10節を迎えています。川崎フロンターレ対サンフレッチェ広島の一戦をお楽しみいただきます。広島も同じようなサッカーを志向してる、目指している部分もありますから、はい、今日はかなりガチにもう行くんじゃないですかね。それではホームの川崎からスターティングメンバーです。ゴールキーパーはチョン・ソンロンです。ディフェンスライン山根、ジェジエウ、谷口、上里、中盤アンカーに田中碧、その前に脇坂と河野、そして家永、レアンドロ・ダミアン、三笘というこういったメンバーになります。一方の広島のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは大迫です。ディフェンスラインは野上、荒木、今津、東、そして中盤アンカーに青山、その前にフルス対戦アハイネルと森島、前線は浅野、ジュニオール・サントス、左に柏という、こういった予想の並びになっています。ちょっと待ち伏せがありました。そしてレアンドロ・ダミアンから家永だ、家永から脇坂はシュートだ、ディフレクトして、ここはコーナーです。コースが変わりましたけども枠の外、ブロックは今津でした。家永ワンタッチ、遠野、もう一度というところですが、そしてここは田中碧、さらには遠野がいった、浅野からボールを奪った、早いですね、切り替え早いですね、はい、三笘から上里、ニアにレアンドロ・ダミアンいった、レアンドロ・ダミアンを使ってもう一度上里、上里、種に行って来た、ここはセーブです。大迫、今津からここから長いボール、ジュニオル・サントスへ、この落としですが田中碧のもとへ、さあカウンターだ、遠野、左には三笘を使う、おい、山根が中走ってます、斜めの動き、これボールが来てシュート、こぼれてきた、そしてマイナスとボール、脇坂パスを選択、そして家永だ、見事先制、川崎フロンターレ。ちょっとカウンター気味でしたけれども、これ三笘がボール持ったときに背後のすぐ斜め走ってくる、これですね、このランニングですね、山根ですね、山根ですね、この山根のランニング、相当長い距離で走ってきてますよね。あの右サイドバックの選手があのスペースに飛び出してくるんですから、はい、ちょっと考えられないぐらいのすごいプレーですね。得点は家永、今季自身 J1 6得点目という形になりました。ここは三笘をかわす、三笘を得意、マイナスのボールに脇坂かわして右足シュート、リフレクションあってコーナーです。これは最後は足出しましたね。野上から柏へ、そしてここに流れてきている森島、使ってクロスが入ってくる、ヘッドは、ここは触ってコーナーということになりました。ジュニオル・サントスのヘッド、いやー、今いい形作りましたね。あのサイドで柏木点作ってハウススペースの奥を森島が狙ってクロスですね、まあ、そのスペースは狙っていけると思うんですよね。ここで取れればというところですが、回していく、そして田中碧から上りだと中3枚4枚、逆サイドに家永が手を挙げている、自分で行ってくる、面白い、押し込んだ、最後押し込みました、追加点です、川崎フロンターレ。三笘はおそらくオフサイドではないと思いますけれども、はい、ちょっとレアンドロ・ダミアンはオフサイドのポジションかもしれないというような位置ではありましたね、はい、ね、あの位置はオフサイドなんだけれども、まあ、関与かどうかというところを、オンフィールドレビューでというところですかね。まあ、見ているところはもうそこしかないと思いますね。三笘はオフサイドポジションじゃなかったですから、ノーゴールということになってオフサイドです。ちょっと時間がかかりすぎですね。ジェジエウ対ジュニオールサントス、ここ抜ける、さあジュニオールサントス行く、ジュニオールサントス中、浅野がいる、ここは自分でまだ行く、自分で持っていってシュート、転がった、ボットだ、セカンドボール森島、ゴールイン、サンフレッチェ広島追いつきました。
しました広島です。1対1同点。いやジュニオルサントスのこの力が効きましたね。このやっぱ広いスペース1対1になってますからね、ここで上回るとチャンス作りやすいんですけれども、いやでもこれ森下もよくついてきましたね。お入れ替わった、鮎川やれるか、エゼキエが走っている、まあ、東は東、左が東、東か中へ、うーんと、ここはチョン・ソンリョン触ってコーナーです。いやクロスだと思うんですけれども、ゴール向かって入ってきましたね。中からのボール、この落とし1個、田中を、うん、ブロック、そして鮎川クリア、まだ笛は鳴らない、いやここで試合終了の笛、結局は1対1の引き分け、川崎の連勝5でストップ、広島は連敗止めて首位川崎からアウェーで勝ち点1をゲットしました。